アサヒガニを使って簡単な塩茹でと、一手間かけたそのものを作っていきます。今回購入したアサヒガニは、1杯がオス、2杯がメスです。オスとメスの見分け方は、このふんどし。この部分を見ればわかります。オスは細くて、メスは太いです。裏を見てみると、オスには子がありません。メスは子持ちになっています。これはどのカニでも共通になります。身入りの良い方を選ぶ場合はオス。卵の入っているものを選ぶ場合はメスを選ぶと良いと思います。3% の塩水を作っていきます。それでは入れていきます。入れる際には甲羅を下にして入れてください。こうすることでカニ味噌が流れにくくなります。酢の物などに使える万能な合わせ酢、出汁の効いた土佐酢を作っていきます。材料は、水4、酢2、薄口醤油1、みりん1、鰹節、昆布です。この鰹節と昆布は後で加えていきます。水、これ 400cc です。酢が 200cc。で、醤油が 100cc。で、みりんが 100cc。こちらを火にかけていきます。火にかけた後で、この鰹節と昆布を加えていきます。沸いてきたら火を止めます。昆布を加えます。で、鰹節を加えます。あとはこのまま冷めるまで待ってこせば、土佐酢の出来上がりです。